第2試合国宝システムプレゼンツシングルマッチ20分一本勝負を行います。まずは赤コーナーより桜島直樹選手の入場です。東京新宿フェイス、この場所にこの曲が流れてきました。そしてその曲とともに待ちわびたお客さんからは一体感のある手拍子。今日も片手に焼酎瓶、そして赤いタオル、心優しき薩摩隼人、九州プロレスに入って丸8年を迎えようとしています。その技の技術、美しい打点の高いドロップキックは天下一品。さあ鹿児島からこの東京のリンクにしっかりと思いを込めて自慢のテクニックを見せつけろ。鹿児島県姶良市出身、燃える薩摩魂、桜島直樹。武骨に華麗に戦う燃える薩摩魂、桜島直樹。まして青コーナーよりバッテンブラブラ選手の入場です。さあ自称福岡の有名人が満を持してこの状況、東京旗揚げ戦に姿を見せます。思い出の地に帰ってきました。かつてはバッテン玉川として過ごした東京での日々、新宿フェイスはおよそ10年ぶり、福岡の有名人として再び帰ってくることができました。東京のこのお客様も共にこのバッテンポーズで何かこの入場曲威風堂々がこの東京でひときわ偉大に壮大に聞こえてまいります。福岡の有名人が東京のリングに帰ってきました。185cm、88kg、福岡県筑紫野市出身、自称福岡の有名人、バッテンブラブラ。強さよりも肝さでやってます、バッテンブラブラ。改めて九州プロレス自称福岡の有名人、バッテンブラブラです。よろしくお願いします。ありがとうございます。やりやまない拍手ありがとうございます。今日はねこの桜島直樹を相手にね、顔でもそしてプロレスでも髪の毛でも上ということをね示すために、福岡名物エルボーを名乗るものを考えてきました。さあこの状況大会で名物エルボー、アイダホーミネソタミシシッピエルボーとかやってましたけど、今福岡の名物に特化したやつをやってるんです。皆さん聞いてください。福岡の名物3つ考えました。いきます。 It's showtime。 ふーもつ鍋明太山本かよやや受けですね。やや受けでしたね、はいはい、福岡だとどっかん、微妙な受け方です。どっかんどっかんなんですけど、これが違いなのか。ブーグじゃないよ。いや福岡のゴッド姉ちゃん的な存在なんですけど、まあ昔で言うとあの声出せてたんですけど、今声出せないんでね、僕いつ正体ふーって言ったらせーのって今日特別言いますんで、せーので、もつ鍋明太山本かよ、こんな感じ。手拍子。もつ鍋明太、そう山本かよ、そうもつ鍋明太山本かよ、もつ鍋明太山本が
初代ふーせーの渡辺メンタル山本メオ OK。 これでこの桜島直しをねぶっ倒してやりますけどね、けどね、けどね、いやさっきの1試合目の後やりづれえわおいそして桜島直樹との対戦、もう何百回何千回ともやってるわけよ。お客さん楽しいっすかね、え、ここに来てると楽しいかもしんないけど、もっとね、物足りないんじゃない、もっとさ、一人とかさ、もう一人いたりしたらさ、スリーウェイとかにしたら面白いんじゃないですかね。おぉ、スリーウェイにして、理事長、理事長、そう思いません？お、筑前さん、そんなのせっかくだからさ、もう東京なんだからさ、どっかレストランいるっしょ、なんかね、現役のレストランとかさ、ねえ、どうよ、山口リングアナ、ちょっと呼んでみて、呼んでみて、あれか、俺じゃない、なんか、この下り、検査、前もありました、お客様の中で、いやけど、実際、今日あの東京のプロレスファン、あ、プロレスラーの皆さん、結構来てますよ、今日、実際問題、現役レスラーの方、いらっしゃいましたら、ぜひお声掛けください。本当にいらっしゃるんですね、はい、何人か来てはいると思います。本当に何人か来てる可能性ありますよね、はい、それに応じるかどうかまでは分かりませんいや、おらんのかよ、おい、うん、応じないですよ、普通に、ね、だってみんな見に来てるんですもん、はいはいはい、本当よ、速報な、いや、九州プロレス東京大会、これむちゃくちゃお客さん入ってんな、新宿ベース、グルクさん、うわ、すごい熱気、やっぱこれ、ちょっと6月1日の色に見習わないと、あれ、おじいちゃん、おじいちゃん、おじいちゃん、今東京大会やってるよ、九州プロレスの。何やってんの？いや、ここ沖縄ですよ。沖縄。いやいや、違う、ここじゃない、ここじゃない、ここ。ここじゃない、九州プロレスの東京大会、今やってんのよ。いや、早く行かないと。早く行かないと。え、じゃあもうしょうがないから、ちょっとこれ言っちゃダメだよ。うち、どこでもドアあんのよ。そうそうそう。これ通ったらどこでも行けるから。うん、これでもう、東京行っちゃって、これで。うん、気をつけてね。気をつけて、うん。ゆっくり急いで。そうそうそう、あ、気をつけてね、はい、頑張って、じゃあ頑張ってね、おじいちゃん、おー、俺もなんか3月4日に確かうちの大会同じ場所でやるんだよな、下見がてら出たかったなはいはいはい、3月4日にね、琉球ドラゴンプロレスさんがね、新宿フェイス大会、そんなことはどうなってんだよ、おい、この味って何ですか、どこでもとは何でもあるじゃねえぞ、この野郎、ああもうそうなったら言ったらうちでやめましょう、やめましょう、やめましょうね、おしゃ、もうゴングなんせ、ゴングなんせ、これどういうことですかね、はい、いや今沖縄からねライブで、配信されてましたけど、今沖縄にいるわけでしょ、ガバイじいちゃん選手は、お前確かに昨日沖縄の人出てましたから、はい、向かったと言ってもこれ当然間に合わないですよねどこでもドアあるんですかね、まあどこでもドア、沖縄にはあるんでしょうね、琉球ドラゴンにあることが今日発覚しましたなるほど、はい、さあそんな中で第2試合が始まりました、はい、普通にシングルマッチですね、これは ね、はい、そして桜島が背後を向いていた時に奇襲をかけたのは、しれっと奇襲をかけた、せーの、んおっと、あれあれ、歌舞伎町じゃないですか、歌舞伎町ですね、歌舞伎町、じいちゃんが歩いてますよ、でも、直接は来れないパターンなんですね、まあこれがね、どこでもドアの限界ですよね、どこでもドア、はい、歌舞伎町の街までは指定できると、周辺には来ることができたんですね、ふざけんじゃねえよ、この野郎、たくさんが奇跡的にキャッチしました、それを理事長が取りに行きますよ、自ら理事長が取りに行く、理事長が席を外して取りに行く実況席にもプチドラマが生まれていますが、さあこれで終わったんじゃないですか、決まってしまうのか、なんとかロープが行く、ロープが近くてこれ幸いしましたね、筑前さんしっかりと受け取ったんですね、さあ今立てという桜島、リング上では桜島とこのバッテンのちょっと早くもノート、あこれはもう許しを請うてますね、もう観念したんじゃないですか、これはダメージが嫌というも恥ずかしさに嫌がっているのか、うん、ーエルボー、おーっと切れ味すごい、えい触ったからの円錐、おおという声も上がった、無駄に美しい円錐切りですからね、美しかったですね、バッテンボンバー決まった、およそ10年ぶりか、バッテンボンバー、
です。オッケー、イッショータイム。さあ今度こそ、せーの、もとめ姉ちゃん山本カレポン。決まりました、ジャストミート。福岡のタレント界の女帝山本カレさんもバッテンのこのエルボー、せーの、まとめまとめ。早い、高速で行きましたね、今ね。高速でした、はい、なんと、何でしょうか。お、これはひょっとしてガバイじいちゃんの、ガバイじいちゃんの曲ですね、これね。入場テーマ、はい、間に合ったんですか。間に合ったのか。嬉しか、楽しか、チャーガツか。今姿見せました、捉えました。間に合いましたよ。間に合いましたね。沖縄から4分ほどでここに着いたということになりますね。アクセスいいですね、はい、ただ沖縄からここに来るよりもリンクにたどり着く方が、ここからのが長いかもしれないですね、はい。入場の、ね、長さに関してはガバイじいちゃんかアンダーテイカーかって言われてるぐらいですから。なるほど、はい、世界最高齢レスラーガバイじいちゃんということは、この時点で筑前さん3ウェイに変更ということですかね。そうですね、はい、変更していいですか、これ途中から3ウェイで。もうそうです、あ、いいそうです。なるほど、はい、筑前理事長の方で変更いたします。あ、3ウェイに変更となりましたね。なお、ガバイじいちゃん選手はご高齢であるため杖の使用が認められております。まあ、杖はね、体の一部ですってよく言いますからね、杖をつきながら一歩ずつの入場です。いや、長いですね、長いですね。東京から、あ、沖縄から歌舞伎町に来る時間と、はい、そこに姿を現してからリングに上がる時間、そんな変わんないですね。もうリング上でいきなり出てきてほしかったですね、はい。まあ、あのどこでもドアがこの新宿フェイスにあれば直接来れたんですけど、はいはい、一歩ずつ今その隙に桜島は奇襲をかけている。ジャーマンを狙っている、ジャーマン狙っている。さあ背後を取り合う中で、おっしゃ、じいちゃん、じいちゃん、じいちゃん、ついて早々、じいちゃん、今ゆっくりと、あれゆっくりでなんかあれが通常なんです、ガバじいちゃんの場合は、はい、これがノーマルで、はい、これがノーマルな動きです。リングインとなりました。そしていきなり、おー、ゲートボールクラッシュ、杖での天突き決まりました。おっと、ここでいきなり見せるのか、ついて早々ですが、いや、見ている方が不安にもなりますが、じいちゃんの速度はあの生中継には向かないんですけどね、時間がかかるんで、はい、たっぷりと東京の皆様にも味わっていただいております。いや、バランス感覚いいですね。美しいバランス感覚。明治時代の日本男児はみんなこのバランス感覚を持ってたらしいですからね。明治生まれなんですが、杖を奪ってしまった。どうしたの、じいちゃん、股間を使い古されてるからダメージ大きいですよ、これ。使い古された股間に大きなダメージ、動けないがばい、じいちゃん、もう動けないですね。あー、打点の高い、美しいドロップキック決まった。この状況でいいドロップキック放つ桜島選手もなかなかですよね。なかなかですね、確かに。おー、しかもジャーマン、ジャーマンセンプレックス、美しい、決まってしまった。6分8秒、勝者桜島桜島が勝利。おい、じいちゃんは股間を打つためだけに沖縄から、あの、新宿フェイスに来たようなものですよね。沖縄から来て股間で終わりましたね、うん。東京のファンの前でその持ち味のドロップキック、さらにはジャーマンスープレックス、勝利を掴んだのは桜島直樹、桜島直樹。いやー、じいちゃん骨折り損でしたね。わざわざ来たんですがね、はい、どこでもドアというよりもどこでも股間ですね、これはね。いやー、バッテンも悔しがります。いやー、まあ、バッテンは仕方ないですね。仕方ないですか、はい、バッテンは仕方ないです。問題、じいちゃんです。じいちゃんですね、確かに。完
全にじいちゃんの無駄遣いに終わりましたね。いやわざわざ来てくれたんですが、一旦拍手が鳴り止むというね。けどこれはもうじいちゃんも歌舞伎町の夜を満喫してほしいですね。ちょっとね、満喫してほしいですね。待て待てよ、待てよ、こんなの待てよ、待て待てよ。いやじいちゃんもの何十年ぶりかに今日の夜は男に戻るかもしれないですよ、はい、ただちょっとそうなると股間の影響が心配ですけどね。心配ですね。正直俺見たくないっすもん。めっちゃ緊張してた。これやっぱ早い終わらんかな。プロレスだって大変ですよ。いや俺もダグファーラスを目指してる。これイッツショータイム風からの、ね、デフジャレットして、このワールドに浸かる前に、ね、自分の持ち味っていうのはやっぱ東京の人に出したいと思って、